これがね、今日、行政側が用意した資料、まあ裏表のペラ1枚ですよ。で、ここに書かれてることはね、取り立てて、新しいことはないけれども、まあこの辺ね、新米に包つつかれて、こうだったんじゃねえかと、長野市の言ってることと実態違うじゃねえかと、40、50人が毎日一斉に遊ぶなんてことはなくて、 平成21年度以降、これね、入ってきましたね。平日は週2回程度、気候に良いハの秋に30分か40分程度の時間で、20分か40人程度で学年ごとに遊ばせていたっていう実態。これね、だけど、小泉和馬も、えっ、ー、と、1月の中旬ぐらいに、実際どうなったのかと、紹介かけてるのに全然帰ってこないんですよ。で、こっちの方で <laughs>、先出してきやがって、どうなってんだと。 もうあれですよね新聞や説明会には出すけど、議会や小泉には出してこないのかと、嫌がらせじゃないかということで、小泉さんは強硬に抗議、申し上げなきゃいけないのっていう感じですよね。でね、ここが小泉は本当にね、プンプンプンすかなんですけど、廃止を判断した理由、え児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性。 このね、小泉は特殊立地論って呼んでますけど、こういうのって、最初はなかったわけですよ。これ、あの、小木原市長の、え小、ー、木原市長に向けたレクチャーの資料ですよね。青木島遊園地の廃止についてという、2022年8月25日市長歴史資料ですが、ここにはどういうふうに書いてあったかっていうと、廃止の決定要因、苦情ですよ、まず。ね。で、愛護会の解散。 廃止の要望。まあ、要望つったって、区長が無理無理、反抗させられたと大一緒ですけれども。で、借地と。借地なんかね、そんな予算は発生するのは当たり前になんだから、こんなのそもそも理由になってない。今日の、あのー、住民のね、声からも、みんなで納得してる使い方だな、税金別にそれでいいじゃないかと。俺たちが払ってる税金で大きなお世話だということが、実際反論ありました。おっしゃる通りだと思います。で、1、2、3、4、4項目、この時。 だけど、よ、この時ね、今日示されたのは、12345、6項目あって、この児童センター、保育園、小学校に囲まれたという特殊立地論が増えちゃってるんですよね。うん。で、区長会、それから愛護会、それから借地料、これはいい。だけど、まあ、遊園地はほとんど使われていないとか、えー、これからも遊園地は使わないとか、こんなのって、 なかったじゃないですか、そもそもが最初の説明のときね。だから、廃止の考え方が変遷するってそもそもおかしいわけですよ。どれだっけこれ,こ,れこ,れこれね。苦情により遊園地が利用し、あ、そっか、そこか、わかったわかった。ここから苦情が抜けたんだ。苦情が抜けて二つに分けたんだ。で、 特殊率論っていうのを増やしてきた。だから、この特殊率論っていうのは何なんだと。後からこんなもの付け足してね、ゴール動かすなんて、ゴールポスト動かしてるようなもんじゃないですか、サッカーの途中で。えー、ちょっと右にずらしますって、今のシュート向こうですっていうのもんですよ。で、こういうことってまともな行政のやることじゃないんですよ。で、本当にね、ハードだしい。で、こういう不真面目なことやってるから、小泉は、小木原市長の言ってることってね、あ実はあんまりさ、あの、なんていうんですか、信用できないんです。 で、今日の会見についてはね、なんていうかね、ちょっと楽観的に見たい、評価したいっていう動きがありまして、これは品の毎日新聞デジタルですよね。損辰を再検討へっていう書き方してます。うーん、そこまで市長が踏み切ったことさっき言ってましたかねってことですよ。 えー、長野市の小木原健治市長は11日廃止方針を示していたうんぬんについて、えー、廃止か存続かを含めて判断していきたい。と述べ。だから、まあ今まではね、基本的に廃止って言ってきたことからは確かに若干軟化したことは認められるけど、だけど、地面の上だよね。実際態度とか小木原さんの 脳みその中がどうなってるのかっていうのはそれは誰にわかんないけども。だけど、特段ね、その大きななんか態度を柔らかくしたっていうのは、俺はね、見えてきてなかったです。だけどね、あの、メディアの記者の話聞いても、印象聞いても、いや、これ、ひっくり返るんじゃないですかみたいなことを言う人いるんですよね。で、あの、参加してた方も、 そういう希望に満ちたことをおっしゃってる方いました。だけど、俺にしてみれば、小木原さんってそもそも今までやってきたことは信用ならないんで、こそこそね、区長会、懇談するけども、みんなには黙ってるよ、みたいな観光で敷いたりとかしてるじゃないですか。何のためなのそれっていうことですよ。こそ,こそ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 裏で決定するためじゃないですか。だから今回もね、表向きと裏の顔ってどうなってんのか、本当にわかんないと、小泉は。 心配しています、えー。ウィルさんからコメントいただきまして、実際に利用が集中していたことを立証しないのはただの妄想ですね、うん。だけどね、ウィルさん、俺は思うんだけど、利用集中できるっていうのは、まあ、施設が集約してるってことじゃないですか。それはむしろ望ましい状況なんですよ。で、普通はね、子育ての施設が集中していたら、あの、小学校行って児童センター、あず <laughs> 移動できる。 便利ですよね。うん。同じことを書こうとしていました望ましいということ。あ、そうなんですよ。そうそう。でね、あの、保育園と児童センター両方に預けてるお父さんお母さんだっていいじゃないですか。一緒におもがい、住みますよね。だから本当はここってすごく子育て環境を恵まれているのに、なんかそれがとんでもない 地域 <laughs> もう地獄のような子育て集中、子育て施設集中地帯みたいな言い方したら、そもそも子育てやってる人たちの意欲を失わせかねないですよ。だからね、これね、本当に、この特殊立地論っていうのは、あの、ウィルさんはね、盲言と言ってくれたけれども、本当にそう。で、これ今日は、児童センター、子供、 未来部の子ども政策課も交えての会議でこんな資料を出してきたっていうのは子ども政策課もじゃあそう思ってたんですかっていうことですよね。でもっと言えばじゃあそういう自国のような子育て施設集中地帯皮肉で言ってるんですよを整備した人たちって誰なんですか長野市でしょじゃああなたたち責任取ってくださいよってそんな非効率な 不都合のある予算執行してきたっていうなら、その責任、明確にしていただきたい。ウィルさんはむしろ税金を投入する必要がありそうです。効果高いことになりますし。うんうん。だからもっとさらに、この子育て集中地帯のね、この地区の機能アップを図っていくっていうことが、チルドレンファーストであり、子育て応援、子育ち応援の長野市の行く、 べき方向であるはずなのに、逆のこと言ってるでしょ何をせってんだかと。で、その言い訳を、今日は小木原市長が同席のもとへ出してきたってことは、小木原市長もその見解に立ってるってことですからね。だから小泉は小木原さんの言ってることは、まだまだ信用できない。だけど、小木原市長がね、ちょっと難化したってことは、褒めとかなきゃいけないよね。だから、小木原市長、その調子でもうちょっと、折れろよと。 折れろよということは言っておくけど俺はだけどそこまで希望は持ってないです、うん。そういう言い方するといけないのかなどう,どう思いますだって。うん、いやそれはさ嬉しいよそうなってくれたらね。 だけど今日そこまで軟化した態度示してなかったと思いますよ。いやもうぜひぜひね、皆さんのお言葉受け止めて、ちょっとね、あの、事務方にも指導して、もう一度検証を洗い直しさせますよとか、そこまで言えばさ、おっと思うけど、なんかまっすぐ込みに質問でね、攻め込まれて、なんかだん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 がね交代してきて、えー、ちょっと最後には、 今までと違って、配信ありきじゃないけれども、どうするか検討するで、時期は未定だけど、みたいな、こと言ってる。うん、それはどうなんだろうなうんな、なか頑張ってください、小木原選手と。小木原選手はね、小木原市長言っておきたいと思います。さてね、この、あの公園で遊んでないので遊ばせてくださいと子供が手紙。これもね、あの、ありました。あのね、二人、 女の子が手紙読み上げてた。これいいよね。だから俺もさ、言ったじゃん、前に。もう子供をね、前一列、一番前の席、子供で埋めろと。それで、ぎ木原を睨みつけろって。子供に睨にませろ。睨ませろじゃないね。こう,う、潤んだ瞳でね。小木原、小原市長みたいな。ふうに、子供のね、つぶらな瞳で見つめさせろと。もう目をそらさせなと。 いう作戦を、まあ一部実行してくれたのかくれなかったのか、そういうことをね、してくれた方がいたようです。え、本当にね、これ聞くんじゃないかと思いますよ。これですよ、これこれ。子供の声ですよ。で、もう一人お姉ちゃんなのかなあの、同じ兄弟姉妹だと思いますけれども、その方もお手紙読んでくれました。で、その方はね、公園で友達と待ち合わせしてね、遊びたいって言ってましたよ。 聞きましたかそれが子供の声ですよ。あなたがさてきてきた、聞くのを避けてきた声ですよ。もう確かにね、子供の声届いたんですから、今後はちゃんと考えていただきたい。さて SBC 市が廃止の方針示した青木島の公園非公開の住民説明会。そうなの、非公開なんだよね。ここがまずまず、不真面目じゃないですか。 俺本当そう思うよね。えー、っと、あ、267人出席したんだ、すげえな。150人で定員だって言ったら267人入れちゃったんだね。感染対策でよかったのかしら、それ。 の、えー、の存続を求める公園の割合非常に高かったとということです今日ね、150人ずつ分けて、場合によっては2回に分けてやるかみたいなことを言ってたけれども、現場に来たらそれ,それどこじゃなかったって、まあそうだよね。だって100、260人来たら150人しか入れませんから、あと117人は外で待ってろって、そんな、 のできるわけないじゃんねどう。どういう意味を考えてたのかよくあるんだけど。この辺が最近の長野市のピリッとしないとこだよね。こんなんだってさ、オリンピック当時の長野市だったら考えらんないですよ。そのね、大量動員してどうやって動線作っていくかみたいなのを。やった街なのにこんなノウハウがもう消えちゃったんだよね。まあそれはそういうとして愚痴ですけども、廃止ありきの 説明会という感じだった。廃止には反対だ、うん、うこういうね、イメージを持った人も実際いらっしゃるってことですよね。うーん。青木市長も青木島の住民もみんな変わらないと思うので、そこの思いと存続をうまくくっつけてもらえたら一番いい。いやいや、どうかな。俺は違うと思うよな。遊園地が存続してほしいという声非常に大きかった。それはそうですよ。 最終的に私が今回いただいている意見を踏まえ判断をしていくということで皆様にお伝えさせていただいたということで、これ今までの態度とあんまり変わってないよね。うん。で、今日はね、あの、廃止は市長の判断、長野市の判断はそれでいいっていう方も実際二人いました。だけど他の意見は圧倒的に存続しろという意見でしたね。これは ABN。 小木原市長、住民説明会で出た意見、不満判断うん。およそ300人。おこの辺出てたらちょっとなんか乱れてるね。なるほどね。長野市の公園廃止。あ NHK ですね。NHK は住民関査は書かないけど、これは書くね。青木島遊園地は。うん、うん、うんうん、うん,うんうん、うん、うん。うん、うん、うん。 およそ270人。この辺データバラバラじゃんね。長野市広報何やってんだって。この辺が最近の長野市のピリッとしないとこだよな、うん。多くの意見を聞いたので、それを材料として様々な状況を考慮しつつ、廃止か存続か含めて判断したいと。で、小山市長は今日ね、挨拶の中で、なんか広く意見を聞く説明会になったと思うみたいなことを冒頭ノーノーと、 おっしゃられて、何非公開で言ってんのって小泉は本当に突っ込みたかったですけど、黙ってました。地域の公園が少なく子供の遊び場は大事なので存続に向けて話が進めばいいと思う。全くおっしゃる通りです。さてさて。でね、市長の日程、昨日もやったっけこれ。市長日程としては、来週ね、14日に臨時記者会見やりますが、 これはまあね、来年度の予算案についての記者会見、この時期は、えー、臨時でいつもやってますんで、それをやるんだと思います。で、15日に定例記者会見ありますね。だからまずここで動きがあるかどうかっていうところをね、見ていかなければいけない。で、小泉がね、ここを睨んでの、えー、住民監査請求したってことは申し上げた通りでございます。 でね、今日実は小泉さんと小木原選手は、あの、ニアミスしてましてね <laughs>。あのね、ごめんなさい。第2回ズナッチ祭りっていうのを今日あったんですね。えー、飯綱高原スキー場の、元ね、飯綱高原スキー場のゲレンデで、ズナッチ祭り、スノーシューや木ぞり、クロスカントリースキーの無料探検体験会というのありました。で、 このクロスカントリーの無料体験の方に、まあお、おそらく、オゲラ選手は、昔撮った絹塚で行ってたんでしょうね。うん。ああ、11時らだったんだ。うーん。うん。木ぞり体験、あ、木ぞり体験会ね。なるほど、なるほど。そういう風になってたんだね。今日ね、実はね、木ぞり選手権っていうのもあったんですよ。ジュニア木ぞり選手権っていうのも、 このズナッチ広場であって、小泉さんはそこに役員として <laughs>、県役員兼使いっ端として参加してました。そしたらね、あの、小泉がね、マイクのセット、あちょっとここに置くと雪に濡れちゃう、雪が降ってきたからって、あの、雪のかぶらないとこに置こうかなって、持ちに行ったら、小泉先生とか声かける人がいて、顔を上げたら、小木原選手、小木原市長なんですよ。 小泉先生おおお、こんにちは、っつって。いやー、あの、ズナッチ祭り、ありがとうございます、みたいな。<laughs> あの、やってるんですよ、って。あ、そうっすか。勉強させてもらいに来ました。ってあ、そうっすか。あの、息子も連れてきまして参加させてるんです。あ、そうっすかっつって。 なんかね、話しかけてきやがるんですよ。気安く。気安くって。まあ、そりゃ、市長様が一議員にね、<laughs> フレンドリーに接してくれるのはいいけれども、あなた私に今何やってるか分かってんですよね。理不尽な理由つけて、小泉は政治倫理条例違反だつって議長に言いつけて、小泉を窮地に陥れている張本人があなたですよって、分かってんだろうか自覚してんだろうか それでそういう態度を取ってくっても大した球だなと思って、小泉さんは本当にドギマにしました。この人どう、何、何しに来たの後ろから刺すだけでもないだろうけどもって <laughs>。で、小泉さんは臆病なんで、ジャッツってあの、そのマイクのセットを持ってね、スタスタスタって歩いて去ったわけですけれども。いやー、だからわかんないですよね、あの人の考えてることね。だって小泉だって、昨日ね、 おぎわ、昨日おでかなあなたのやってることは独裁じゃないですか。とまでは書かないけど、あなたのやってることは議会の同活ですよね。ってちゃんと回答してくださいっていう文章を届けてるんですよ。見てねんかっちゃ。<laughs> 鋭く鋭く、先兵的に対立し合っている中が、いや、今日はズナチ広場でお日柄をよくみたいな。そんな話、できるほど俺器用じゃないんだよね。悪かったね。あの、袖以外だったらいいよ。 あの、講演の話だって、冷静に話すことはできると思うけど、お前は議会の辛い星だみたいなことさ、言われて、で、メディアにもそれ公開されてさ、で、それで、いやー、ズナッチシロバー、どうすかみたいな。<laughs> どうすかじゃねえよ、みたいな。わかんないよね。でね、俺もね、本当にあの人のことわかんないのは、何考えてるのかわかんないね。案外、ポーカーフェースなんですよ。 でね、むしろ、鬼原さんよりも、ツンケンツンケンしてやがるのは、最近秘書課長なんだよね。今日も、なんか意地悪して小泉には、金数入りますよ、みたいな声かけ、全然ね、してくれなかった。それは、俺の方から言わなきゃいけなかったのかもしれないけれども。むしろメディアの方が、小泉さん入れるんですよ、って教えてくれて、ありがとうね、って感じですよ。 全然、あの、なんていうの、公務員は全体の奉仕者、議員にも奉仕しろとは言わないけれども、議員だって市民なんだから、こちらでございますってやったっていいと思うけどなっていうのが小泉さんの最近の秘書課長への所感です。なんか本当にね、うん、小泉言うと露骨に嫌な顔しますよ。小木原さんは露骨に嫌な顔まではしない。俺もそこまではしないよ。だけど秘書課長はするよね。まあいいや。 えっと、何を言ってんだからね。本当に小泉さんって小さな人ですよね。で、これが今日の現場ですね。ズナッチ広場っていうのは、飯綱高原スケール。この辺がね、あの、駐車場で、この辺でやったんですよ。木ぞり選手権。で、小木原さんたちの、あのー、黒刊とかこの辺でやってたんだと思うんだよね。で、わざわざここからこっちにまで歩いてきて、挨拶してくれたんだから、 うん、よっぽどあれだよね。目がいいんだよねって、そうじゃねえか。だけど、この時ね、議長もいたらしいんですよ。議長は挨拶来なかったもんね。あ議長は挨拶来なたそりゃそうか。<laughs> 一議員になんで議長からね、自らアシャを運んで。市長は来てくれたっていうの、だからそこがさ、本当に、なんかあの人の人からどう評価すればいいのってところが、俺、本当にわかんない。宇宙人みたいな感じだよね、俺からしてみると。うん。だからそこがね、 本当に皆さんの評価も揺れる要因だと思うんですよ。ああ、市長南下してきたなって思えば、今まで変わりませんみたいなこと。言い出しかねないような、なんつうの、一種の恐怖感みたいなの、俺は本当にあるんですよ。正直な話。ごめんね、市長。うん。だからね、難化して考え直してくれるっていうんなら、俺は本当に評価しますよ。あの、頑張って考え直して、 お役人のね、意識も、マインドも変えて、そういうリーダーシップ取っていただきたい。だって、それを市民は期待してあなたを市長に選んだんだから。うん。あと何分あるの今日は。ちょっと途中でね、やめちゃった。あと10分ぐらいあるんだね。さて何話そうかね。えー、カズッチ祭りはいつ開催とで、超電撃小キさんがボケてるんで、それはないって言っとけばいいの。カズッチ祭りはね、ちなみに明日、 えっと、9時30分開会で、広北公民館から、カズチ祭りじゃないけれども、第2の説明会っていうのがあるんですね。<laughs> 裏説明会ありますからね、広北公民館、明日9時半です。ぜひぜひいらしてください。これは、長野市の出前講座を使ってやるものです。で、飯綱、これ飯綱じゃないや、青木島遊園地を考える人々っていう団体が企画しました。 で、この企画って本当はね、裏話ですけれども、1月29日開催したいっていうことで、申し込んでたんですよね。と1月29日だったら、一番最初の説明会になったはずなんですよ。だけど、それちょっと待ってください、つって。なんか、散々吸った問題したらなく、日程動かされて今日の日程になったんだけど、蓋を開けてみたらさ、11日に市長来ての説明会で、その裏扱いじゃないですか。だからみんな <laughs>、 今日行っちゃって今日267人行ったんだもんね。そりゃそうだよね。で、明日はほとんど来ませんっていうこともないけど、明日どのぐらい来るんだろうね。あの、申し込みが2、3人しかない。えー、で、俺もちょっと声かけたりはしたけど、最近さ、本当に忙しくて、今日もね、このツイキャスのね、用意しようと思って、パソコンの前に、ね、座ったら、 爆睡してました <laughs> お。おやめっつって <laughs>。起きて慌てて。あーじゃあ今日あの動画をちょっと見るっていうのやってみよう。テストもせずにやってみたら、なんかうまくいかなかったんでごめんなさいね。っていうことなんですよ。んで、えー、あと7分ぐらいあるんだよね。どうしようかね。えー、っと、ツイッターでも見ますツイッター見たいといる で、明日はね、で、その9時半から始まった、広報公民館の、第2説明会と小泉は個人的には呼んでるけれども、本当は第1説明会だったんですけどね、第2説明会になっちゃった。で、それは9時半から広報公民館です。で、だいたい11時か11時半ぐらいに終わって、その参加者の、主催、企画した方々の、 会見、やって、その後ね、小泉の住民監査請求の説明も改めてやらせていただきますっていうことになってるんで、また今日徹夜して資料作らなきゃいけないんですよね <laughs>。ああ、小泉さん、また死ぬかもしれない <laughs> って、またって死ぬってどういうことかっていうことですけど、どうですかね、青木島遊園地へなんか来てますかね、情報、新しい情報。あー、 そうだよね、うん、ちょっと画面共有しますね。よっ。相、はい、手紙には、市長さんへ私はあの公園で遊んでないので遊ばせてくださいと書かれていた。ね。本当に涙涙ですよ。うん。所得制限って廃も、小泉慎也が頑張っていた。いや、俺は、俺は頑張ったって、俺も頑張ったけどさ。 だけど、本当にね、みんなの頑張りだと思いますよ。今日ね、あのー、なんか俺もさ、その、群衆の中にいて、ひそひそ声とか聞,聞きたくなくても聞こえてきちゃったのは、えー、小泉さんは動いているけど、地元主義は何やってんだみたいなことを言う人いましたよ。で、あとはね、なんかおば、おばちゃんがね、小泉さんって今日来るんですかねとか言ってあ、小泉さんは私ですとああ、なたがって、まあよくやってくれて、みたいなのになってさ。 そんで、あの、何えー、まあね、うちは地元に議員がいなくてね、みたいな。いや議員いますよ、あの、あの人とあの人、あの人。え、いるの私はそんな人知らないよ。まあ、議員がいないからこんなことになってるんかと思いました、みたいなことを言われて、小泉さんは、うん、どういったものかなって、ちょっと、気まずかったという、そういうことがあります。まあ、今日ね、議員さんも、 えー、議員席がね、用意されて、地元の議員は特別な席に座ってましたけども、小泉さんもね、あそこに席ありますからって、市役所職員に案内してもらったから、じゃあそこへ座ろうと思っていったら、そこは地元の議員が座るとこだから、つっていや、すいません、つって怒られて、後ろの方に座ってました。<laughs> そんな一幕もありましたね。で、今日ね、あ、そうそう。あのね、今日の発言者の中で、 自動センター、館長、小林さん。最近名前出してね。あの、声の力、新米でも盛んに発信してくれてる方。来てましたよ。発言してました。で、あの、草刈りね、できない。できないけど、草刈り、やらないから廃止しろってまでは言ってないんだけど、俺がね、そんなこと言ったように、 えー、受け取られているか、そうじゃないよねってことを長野市に確認求めてましたよ。うん。現場に負担をね、こうしわ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 寄せてくのやめてください。その先に子供にしわ寄せしてくのやめてください。そうやって自分はね、デスクにこうやって座って、そうか、今日口を張ったか。うんうん、また今度対応しようみたいなこと。やってんのやめてください。地元にすぐ飛んでってくださいよ、問題があったらっていうのは小泉さんが思ったこと。でね、まあ、 自動センター館長さんもね、半分は公務員みたいなもんだから、実際社会福祉協会の雇ってる人ですけども、だけど、半分公務員みたいなもんだから批判されるのもしょうがない、それは批判されるべきようなこともあったかもしれない。だけど俺は、社協、それと子供政策課のマネジメントの問題だと思ってますよ、本当に。だって相談あげてるじゃん。 現場から小林館長が困ってるんですよ。苦情来てるんですよ。なんでそれに対応しないのかって本当に思うよね。で、現場頑張ってやってんのにさ、四五十人が毎年、毎日来て遊ぶのが十八年間続いてるって、そういう嘘っぱち宣伝発言、垂れ流ししてんの、訂正させもしないでずっと見てたじゃないですか。で、小泉もそれ、そうじゃないでしょって1月に紹介かけてんのに、 全然そんな話よこさないんですよ。で、新米ですよ、フォローしたのは。知らぬ前新聞が、いやいや、そうじゃなくて、苦情でね、使えなくなる前は、2、30人ずつ遊んでました。全然4、50人じゃないし、で、毎日でもないと。週に2、3回しか遊んでないと。で、そういうことを、きちんと、だってさ、一番最初に固めとくべきじゃん。なんでその、事実認定が後追い後追いになってくの 大事なことができてないんですよ。それが今回の問題のね、一番大きな大きな要因だと思う。今日も話出ましたよ。なんで騒音の測定やってないんですかおっしゃる通りですよね。そんなの、まともな役所だったらやっとくこと。いや、それは公園緑地下の仕事でしょう。こっちのサイド、子供、制作課の仕事じゃない。そんな関係ないよ。お互いフォローし合って、あそこのね、福祉環境、福祉環境ない、環境部行けば、 騒音計あるんだから、測っとこうよ、一応念のためみたいな。そういう連携、そういう助け合い。